なのおすすめベスト3。イエーイ。何回目でしょうか。またまた。あ、4回目か。はい、よし、はい、4回目です。次はゆなさんと。はい、それでは第3位。はい、でめっちゃさ、ぶどうって感じじゃん。そのまんま、そのまんま。なんかね、プチンってなんかイクラみたいな。そう。で、あの、ね、今流行ってるコロロのやつがあって、コロロサイダーっていうのが流行ってるの。サイダー。これ。あ、後ろに書いてある。あ、これ？そう。なんか水やサイダーとかにコロロ入れたりして、めっちゃ映える。みんなもやってみて。他のフルーツとか入れても良さそう。あ、なんか美味しそうやね。フルーツポーツ系。ああ、確かに。これはブドウですけど。ブドウです。コロナやんかいみたいな。じゃあ、第2位は、でるる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 なんか一回食べて、次これまたパッケージ見たら、なんかもう見ただけで口がうーってなる。しかもさ、目覚めるすっぱさって書いてある。やばいよね。じゃあ朝さ、食べたらあってなる。そう、めっちゃ目覚める。シゲキックスの中で酸っぱさの目安レベル5。マックスじゃん。マックスって。それ食べてみて、ゆなちゃん。はい、涙が出てくる。あ、シゲキックス。7に2なんだ。じゃない。え、シゲキックス。シゲマ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 ックス。よし。じゃあ、第1位。第1位。ドゥルルーン。ダーン。フィットネチグミでーす。っていうか、全部グミやないかい。確かに。確かに。なんで言われてない。まあまあ。リンゴ味。お。ね、そんなブドウ味が。リンゴヨーグルト味。え、そう、美味しそう。あるんだね。初めて知った。なんか面白い名前。パッケージも可愛い。フィットネチグミじゃなくて、フィットネチグミや。なんか、フィットチーネグミやった。もうだって。フィットチーネグミ。あ、フェットチーネグミ。なんか難しい。フェットチーネグミ。アルデンテな髪が、髪心地。アルデンテ。アルデンテな髪心地。アルデンテ。アルデンテ。ね、あれさね、これのね、梅味が好きなの。そう、丸い。そう、丸い。結構でかい。え、少し硬い。なんか匂いが。これのコーラもあるよね。うん。うわ、せーので食べよう。せーの。待て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 。みんないい？せーのが。え、そんな酸っぱいと？もう一個長すぎる。嘘。せーのが。じゃあ、いただきます。みんなのやつ。美味しい。涙が出てくるよ。やばい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 。このグミは甘いじゃなくて超酸っぱい。甘い。え？甘い。ハズレ？あるとハズレ。けど全部酸っぱいよ。あ、でもパウダーがなくなってきたら甘くなってきた。ね、目が覚めた。よかった。パウダーあるってけど。いや。パウダーがなくなってきたら超甘い。ずっと間が甘い。うん。え、めっちゃ甘い。パウダーがなくなったら本体が甘いね。うん、本体が甘い。ねねちゃんが超酸っぱそうな顔してます。笑顔笑顔。酸っぱかった。硬いけさ、でもさ、酸っぱさを楽しめる。でもさ、癖になるよね。うん。なんか最初の味と後の味が違うけん、2つ楽しめる。ティアラチャンネル。今回はゆながグミ3、あ、グミ人気3、あ、グミおすすめ3を紹介、ベスト3を紹介しました。最後に紹介するのは誰かな。誰かな。はい、お、マイカちゃん。マイカちゃんです。頑張ってね。頑張る。それではまた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 お会いしましょう。バイバーイ。